マスターとです、聖書一日一章の時間となりました。今日は、ヨブ記38章ですね。では早速、ヨブ記38章を見ていきます。ヨブ記38章。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて、説理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私があなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよう。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が測り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その墨の石は誰が据えたか。その時明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆、喜び叫んだ。海が吹き出て絶えないから流れ出た時、誰が戸でこれを閉じ込めたか。その時私は雲をその着物とし、黒雲をその睦月とした。私はこれを区切って境を定め、貫抜きと戸を設けていった。ここまでは来てもよい。しかしこれ以上はいけない。あなたの高ぶる波はここでとどまれと、あなたが生まれてからこの方、朝に対して命令を下し、暁に対してそのところを指し示し、これに地の果て果てを捕まえさせ、悪者をそこから振り落とさせたことがあるか。地は刻印を押された粘土のように変わり、衣服のように色付けられる。悪者からその光が退けられ、振りかざす術はおられる。あなたは海の源まで行ったことがあるのか。深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのか。死の門があなたに現れたことがあるのか。あなたは死の影の門を見たことがあるのか。あなたは地の広さを見極めることがあるのか。そのすべてを知っているなら告げてみよう。光の住むところに至る道はどこか。闇のあるその場所はどこか。あなたは私をその国まで連れて行くというのか。またその家に至る通り道を見分けるというのか。あなたが知っているその時、あなたが生まれ、あなたの日数が多いと言って、あなたは雪の蔵に入ったことがあるか。氷の蔵を見たことがあるか。これらは苦難の時のため、戦と戦いの日のために私が抑えているのだ。光が分かれる道はどこか。東風が地の上で散り広がる道はどこか。誰が大水のために水路を通し、稲光のために道を開き、人のいない地にも人間のいない荒野にも雨を降らせ、荒れ果てた廃墟の地を満ち足らせ、それに若草を生やすのか。雨に乳があるか。梅雨の雫は誰が生んだか。氷は誰の体から生まれ出たか。空の白い霜は誰が生んだか。水は姿を描いて石のようになり、深い淵の表は凍る。あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか。オリオン座の綱を解くことができるのか。あなたは十二宮をその時々に従って引き出すことができるか。王室座をそのこの星と共に導くことができるか。あなたは天の法令を知っているか。地にその法則を立てることができるか。あなたの声を雲にまで上げ、みなぎる水にあなたを追わせることができるか。あなたは稲妻を向こうに行かせ、私はここですとあなたに言わせることができるか。誰がここのうちに知恵を置いたか。誰がここの奥に悟りを与えたか。誰が知恵を持って雨雲を数えることができるか。誰が天の神を傾けることができるか。塵が溶け合って塊となり、土くれが固く固まるとき、あなたは目獅子のために獲物を狩り、若い獅子の食欲を満たすことができるか。それらが洞穴に伏し、茂みの中で待ち伏せしているときに、カラスの子が神に向かって泣き叫び、食物がなくてさまようとき、カラスに餌を備えるのは誰か。感謝いたします。ヨブ記38章でした。あなたの魂、あなたのここにこの御言葉を、またあなたの手元に聖書、マスアートの聖書一日一章ヨブ記でした。マスアートの
YouTube チャンネル登録、またコメント、またいいねボタン等よろしくお願いいたします。次の呼ぶ気でお会いいたしましょう。仕上げ熱パッションプリジュシャローム、シャローム。